マッチェムは18世紀のイギリスの競争場。18世紀の競争場、シュボバで、まだサラブレットの概念が完全には確立していない、時代の名場である。父方直系子孫は現在でも残存し、エクリプス、ヘロドと並びサラブレット三大子孫の一頭に数えられる。この三頭の中では、最も早く生まれた。イギリスで、ジョン・ホームズによって生産された。 成長が遅く、対抗も15.1ハンドと当時としてもあまり大きな方ではなかった。その後、ウィリアム・フェニックの手には立ったという。マッチェムは、優れた競争馬、シュボバであったが、競争馬としてのエクリプスや、ダネボバとしてのヘロドほど抜きんでた存在ではなかった。現役時代を紹介すると、当時の競合トライアヌスが出走していた、ニューマーケット競馬場の4マイル戦では、 それを7分20秒の高タイムで破り、さらにトライアヌス陣営が馬の体調が悪かったと主張すると、翌年4月の再戦でも再びトライアヌスを下している。負けたレースは1756年のジョッキークラブプレートと翌年の同競争のみで、全成績は12戦10勝と伝えられ、当時のトップホースの一投と評価されている。その後12歳で引退すると、 1781年に33歳で死亡するまで現役守護馬として活躍し、ヘロドが登場するまでの間マッチェム系を主流血統として発展させた。後継守護馬となったコンダクター、セントレジャーステークス優勝馬オランデーズ、オークス優勝馬テトータムなどの名馬を排出し、1772から74年イギリスリーディングサイアーを獲得している。 サンクは354頭が勝ち上がり、獲得賞金は合計で15万ポンドに達した。直径子孫については、マッチェ向けを参照。ありがとうございます。